Subarashia sagakeru, yo akigayo bikakeru. あとは音ですね。サウンドは、まあ、そのダイヤルを変化すると、そんなに大きな変化はしないですね。結構細かい変化になります。ですから、まあ、好みとかジャンルを合わせて、またはプレイヤーとかを合わせて、ちょっと自分でチューニングができます。基本的にはちょっとレスポンスは W の形になると思います。低域はかなり強調されて、まあ、低域っていうか、すごく低い低域、60Hz ぐらいの方で、60Hz より低い、低い部分がかなり強めにされたイヤホンですね。ものすごい発力やインパクトのある音になると思います。インパクトにあるんですが、かなりクリアな音ですね。それは中域、低域は強調されて、中域のある部分も強調がちょっとあると思います。または、高域のある部分の強調があります。そんなちょっとダバリューの形で、すごく楽器のセパレーション、もう分かれ方、すごくはっきり知ってるイヤホンです。あとは、サウンドステージですね。サウンドステージはかなりミルチビアとしてはかなり大きい方ですね。特に奥行きの方がすごいと思います。または空間もすごく感じるイヤホンですね。高域の方ですね、すごく、まあ、高域は結構厚みのある高域だと思います。中域はちょっと不自然なところがあるので、まあ、アコースティックとかクラシックやジャズをよく聞く方にはちょっと不自然な部分になるかもしれません。ジャンルでいくとロックやメタルとかエレクトロ、まあ、EDM とかにはすごく向いてるイヤホンだと思います。かなり発力があってアタック感がすごく感じますし、スピードもたっぷりのイヤホンです。ダイヤルの方ですね、まあ、こっちになりますね。まずウォームのセッティングだったら、まあ、もちろん低音が多めになって、さっき言ってた通りちょっと長いな形ですね。印象的にはウォームの方が低域と中域のつながりがちょっとよく感じました。または逆にタイトの方ですね。タイトはちょっと高域が強調されて低域が弱めにされたチューニングです。でタイトモードだったらすごく空間のある音になると思います。